いい刀だ。そうか、俺も弱い人間が大嫌いだ。弱者を見ると虫唾が走る。俺とお前のよく考えるのです。母が今から聞くことを。なぜ自分が人よりも強く生まれたのか分かりますか？柱になったからなんだ。くだらん、どうでもいい。どうせ大したものにはなれないんだ。お前も俺も。兄上、父上は喜んでくれましたか？俺も柱になったら父上に認めてもらえるでしょうか？親方様、そろそろお体に触ります。何のためにお前がいるんだ。役立たず。ごめん、気づかなくて。どうした？わあ、ありがとう、助かるよ。優しいね。お兄ちゃん、ロクタを寝かしつけてたんだ。大騒ぎするから。お父さんが死んじゃって寂しいのよね。簡単なことなんだよ。一本で切れないならその刀をぶったたいて切ればいいんだよ。だって俺、雲になりかけて今も腕と足が短いままで。俺は女の子にお茶をぶっかけたりしないぜ。心より尊敬する親方様であるが、理解できないお考えだ。全力で反対する。あなた様直々に手を下していただけること、他の鬼の断末魔を聞けて楽しかった。顔が真っ黒じゃないの。こっちにおいで。雪が降って危ないから行かなくてもいいんだよ。兄ちゃん、今日も町に行くの？兄ちゃん。そりゃやるけどさ、一緒にやると思ったのにさ。なんだよ急に。私も行く。ついて行きたい。ちゃんとお手伝いするよ。お兄ちゃん、置いていかないで。そうか、5人も生き残ったのかい。優秀だね。また私の子供たちが増えた。